おっそら勇者、日清焼きそば、ゆうてあふてんおうてん。ど?ダブルのトーンがうまいビクリー、こいこいわさび。辛みが強いので注意してお召し上がりください。騙されねえよ。はっきり言って、こういうのは。念のため?ちっちゃい子が食べて辛いよって言った時の念のための書き置き。書き置き?そう。大したことはねえんだ。ペヤングがね、ペヤングが冗談わかんなかっただけだからね、あの、パンピーをぶっ転がしに来てたからね、あれはね、もうぶっ転がされるかと思ったからね、うん。この、日清は、この日清は、そういうことしないもんね、わかるもんね、というわけで食べていくもんね。マヨネーズは油分が分解しちゃうから、あの、蓋の上で温めないでくださいって書いてあったけど、そんなの書いといてくれなきゃわかんねえから、温めちまってよ、もう。まあいいや、食べていこうか。じゃあまずノーマルのところから。ふりかけがちょっと硬そうな雰囲気だったんだよね。勝手についてきちゃうんだからね、こうやってね、積んでるかな。食べづらい。鼻がほんのりツンとするね。うん。じゃあこんぐらいいっても大丈夫かな。よし。辛くないより辛い。じゃあ。